こんにちは、グリマーです。今日はですね、この前の12月でこちら地方移住して1年半が経ったんですけども、その話をしていきたいと思います。はい、まあ、地方移住してみてね、1年半が経ったんですけど、そうですね、いろんな方から慣れたとか言われますが、まあ慣れました。だいぶ慣れました。なんか前にね、ゴミ捨ての動画もありましたけど、あんな感じにもうゴミを出すのも慣れましたし、買い物ももう自分がここに買いに行くぞっていうか、まあそこは安いからあそこに行こうとか、灯油もあそこが安いからあそこに買いに行こうっていう感じで、そういったもう買い物のルートも決まっているし、なんかそういったもう生活に対してはかなり慣れました。そして地域の方々ともね、初対面の人も少なくなって、もう会う人会う人で、この前ねこういうことがあったよとかね、初めましてじゃなくて付き合いがある人としての会話があるので、だいぶそこも慣れたかなって思います。じゃあこれまでの1年半どうだったのかなっていうと、やっぱりね忙しかったなって思いますね。地域おこし協力隊としてとても忙しかったなって思いますね。なんかね、本当ね不思議なんですけど、僕この町のことね本当あまり知らなくて来たんで、びっくり、今でもびっくりしてるんですけど、にぎわい作りがすごいんですよね。どんどんね、にぎわい作りっていうか、お店もできるし、イベントもどんどんできるし、でやっぱ僕はねこの地域の担当ですから、そこにやっぱ行かなくてはいけないってなると、あ、土日も行かなくちゃいけないとかね、祝日も行かなくちゃいけないってなって、なかなかね自分が休めるって日がなかったんですけど、本当今年に入ってからやっぱ、改めてやっぱ休みはね大事ですよね。自分の体力が回復しますから、休んでいこうと決意して、だいぶしっかりとね休んでます。で先月2月は3連休とかありましたけど、そこの3連休もねちょっとここはねしっかり休もうと思って、3連休ゆっくり休んだらすっごい回復しました。やっぱ休みって大事ですね。今更だけど休みってすごい大事だなって思いました。まあこれからの話なんですけど、まあ、これからね、あと僕はまあ1年半、まあ、1年ちょっとになりますが、まあ、これからねここに住むか住まないかはまあちょっと置いといて、僕はどういうことをやってるかって言ったら、まあ、最近ね、まあ、ちょくちょく、まあ、依頼があるわけですよ。こういった記録取ってほしいとか、インタビューしてほしいとか、そういった依頼があるんですけど、とても嬉しくてですね、そういったことを、僕は始めています。そして、今年からですね、この稲見っていう町は木彫刻師の町で、たくさんの木彫刻師がいるんですね。でその方々のインタビュー動画を撮ることを始めていて、まあ、それ以外もねお店とかも撮ってるんですけども、やっぱりね僕はこうやって記録に残すっていうことは、今は価値がなくても将来的にはねすごく価値のある映像になると思ってるので、そういった作業をねこれから残り1年半かけて、まあ、それは全うしようって思っています。やっぱりその記録に残る映像とか写真ってのはね、やっぱ振り返ってみた時に、わあこんな映像あったんだ懐かしいとかなって、なんかそのね、じゃあ複数人で見てる時に会話が弾んだりとかねしますので、そういったことってやっぱ素敵ですよね。特に何もオチはないんですが、もうこんな感じで僕はねこれからも今年も頑張っていこうと思います。引き続き応援よろしくお願いします。では